研究員勤務などを経て、現在は親子でつなぐ、すみません、親子でつなぐ学びのスペースリレート代表、国際二宮尊徳思想会常任常務理事、関西学院大学講師を務めており、教育や二宮尊徳についての講演活動を行っています。それでは講師中桐真理子先生の入場します。皆様拍手でお迎えください。中桐先生、よろしくお願いします。それでは改めまして、皆様こんにちは。ただいまご紹介をいただきました中桐と申します。本日ここ本当に尊徳にとっても、そしてまた私たち親族の者たちにとっても大切な大切なこの地でこうした機会をいただきましたこと、まずは心より御礼を申し上げます。本当に先祖ともどもお世話になっております。この土地でのお話ということで大変に緊張をいたしておりますけれども、精一杯お話をさせていただきたいと思っておりますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。